さてここからは視聴者の皆さんが知りたいハワイの情報やハワイ通しか知らないような情報をハワイ州観光局の方に教えていただくハワイ情報局のコーナーです。ハワイに関する情報を教えてくださるのは PR& マーケティングコーディネーターの黒田智子さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今ちょうど夏休みを捉えている方もたくさんいらっしゃるかと思うんですけれども、ここ数日間、日本からハワイへ1日の後約6000人の方々が訪れていらっしゃいます。はい、今この番組をご覧になられている方にも、ぜひハワイに興味を持っていただけたら嬉しいですね。はい、では黒田さん、今日のテーマは何なんでしょう。はい、今日は、ハワイのアートに関する情報をお伝えしたいと思います。アートっていうとちょっとハワイとね、なかなかイメージが結びつかないというのがあるんですけれども。そうですね、確かにハワイって言いますとリゾートっていうイメージが強いですからね。ですが、実はハワイには、島の文化や歴史が学べる博物館から、現代美術を鑑賞できる美術館までたくさんのミュージアムが揃っていまして、アートに関するイベントもたくさん開かれてるんですね。ハワイならではのゆったりとした雰囲気の中、アートに触れてみるのも大変おすすめですよ。こうハワイならではの触れ方っていうのがね、いいなと、気になるなと思うんですけれども。はい、では今日はどなたでも気軽に楽しめる、ハワイで最近話題のアート関連のイベントを2つご紹介したいと思います。はい、はい、お願いします。まず一つ目なんですが、はい、毎月第1金曜日の夜、ホノルルのダウンタウンで開催されています、はい、ファーストフライデーというイベントなんですけれども、はい、こちらのイベントはダウンタウンにあるギャラリーが主役となって、街全体でアートフェスティバルを開催するというものなんです。ダウンタウンというと少し治安の面で不安になるんですが、大丈夫ですか。そうですね、ダウンタウンと言いますとやはりちょっと危ないっていうイメージを持たれている方も多いかと思うんですが、そもそもですね、このイベントがそういった治安の悪さといったイメージを払拭するためにこうスタートしたイベントでして、このファーストフライデーの日はたくさんの方が集まるので、観光客の方でも安心していらっしゃっていただけます。では黒田さん、このファーストフライデーについてもう少し詳しく教えていただけますか。はい、各ギャラリーではこの日は特別に営業時間を夜の9時頃まで延長しまして、特別な展示やショーなどをご覧いただけるようになっています。はい、中にはワインやシャンパンなどドリンクを無料で振る舞っているところもあったり、ギャラリーによってはアーティストご本人がいらっしゃる場合もありますので、作品の制作過程だったり作品に対する思いなどを直接伺ったりすることなんかもできますね。でそれからギャラリー周辺ではこう路上で、ライブエンターテインメントが行われていましたり、フードの屋台も出ていたり、まさにお祭りのようなにぎわいで、ワイキキ周辺とはまた一味違った雰囲気を楽しむことができるんですね。伺っていると、私たちがこう普段美術館に行くのとはまた違った、ね、感じになるのかなというのは思うんですけども。そうですね、肩肘張らずに楽しめる空間です。それと実はファーストフライデーにはもう一つ楽しみがありまして、はい、ギャラリー周辺にはおしゃれなバーやナイトクラブがたくさんあるんですが、はい、この日は夜遅くまでダウンタウンのナイトライフを楽しむ人でどのお店も行列ができるほどにぎわうんです。そうなんですね。ダウンタウンは、ホノルルで今最もホットなスポットといえますね。そして注目イベント2つ目なんですが、はい、ハワイ最大の美術館ホノルル美術館で毎月最終金曜日の夜に、6時から9時の間に開催されますアートアフターダークというイベントです。でこのイベントは、ホノルル美術館の中庭スペースがパーティー会場になって、はい、ダンスやライブ演奏などさまざまなエンターテインメントが行われフードブースやバーも登場します。でもちろん通常通り展示室で、作品を鑑賞することも可能です。でもこう美術館でパーティーっていうと、びっくりするんですがちょっと楽しみですよね。そうですね、はい、このアートアフターダークは毎回テーマがありまして、はい、いろいろな国やカルチャーアートにインスパイアされた楽しいテーマで開かれます。で今年の6月なんかは東京ストーリーっていうタイトルで、日本のカルチャーやアートをテーマにしたものも開かれたんですよ。でそれと今こちらに映っていますのが、先月7月のイベントの模様なんですけれども、はい、この月はボディーオブアートといって、はい、タトゥーをフィーチャーした模様でした。でそして今月は8月31日に開催されます。で今回は夏にぴったりのサーフィンがテーマですね。はい、黒田さんは実際に行かれたことはあるんですか。はい、私も今まで何回か行ったことがあるんですけれども、はい、一番印象に残っているのが、ハロウィンの時ですね。はい、でハロウィンの時はさまざまな仮装した人がたくさん集まりまして、こう見ているだけでも本当に楽しめるイベントでした。なるほど、そうなんですね。はい、でこのイベントには、若い
芸術家や美術愛好家を含めおしゃれなロコたちがたくさん集まります。あ、そうなんですね。まあ、今日ね、今ご紹介していただいたファーストフライデーとアートアフターダーク、まあ、行ってみたいという方はね、どうすればよろしいですか？はい、ファーストフライデーのギャラリーはどなたでも無料で自由に入ることができます。ただですね、その後ナイトクラブやバーに行かれる場合は、はい、アメリカの法律で21歳未満の方は入れませんので、必ずパスポートなど ID を忘れずにお持ちになってください。それと店によっては、5ドルから15ドル程度の、入場料カバーチャージを取られるところもあります。あとアートアフターダークに関しましては、はい、ホノルル美術館の通常の入場料10ドルで入ることができますね。で、ただこのアートアフターダークなんですけれども、結構たくさんの方がいらっしゃいますので、並ぶこともあるんですね。なのでできるだけ早めに行かれることをお勧めします。こう聞いてるだけでワクワクしてきましたね。はい、楽しみですね。はい、さあ、このハワイ情報局では視聴者の皆様からのハワイに関する質問を募集しています。質問の受付はチェックタイムのホームページにあるご意見ご感想からお願いいたします。では黒田さん、今週ありがとうございました。ありがとうございました。以上、ハワイ情報局をお伝えしました。